働き方改革だとか女性に優しい社会とかっていうんだったら豊洲市場がいよいよ開場しました。2年間吸ったもんだありましたが、市場関係者の皆様おめでとうございます。まあ、開場してからが本番で年末に向けて忙しい日々が続くかと思いますが、都民の一人として応援しております。一方、心の底から呆れているのがテレビ。もう本当テレビ見てるとあれになっちゃうっていう話。築地市場から豊洲への移転というのはもう2年前に行われていなければならなかった。これを延期したのがあの緑の都知事閣下。そしてその緑の都知事閣下を生み出した一員はマスコミでありテレビメディア。まるで小池万世のごとくいちいち全てを取り上げて持ち上げ続けた。そして豊洲新市場への移転を阻止した。これについても条例的にも法令的にも根拠がなく、 AI のアテクシの AI 様の直感、思いつき、周票活動、選挙活動、まあ、いずれにしろ確たる裏付けのないまま移転を延期して、築地は残すとか、食のテーマパークワンダーランドを作るとか、もう市場関係者や都の職員を混乱のドツボにはめて、そしてドツボにはめっぱなし。いよいよもって逃げられなくなったので豊洲移転は決まりました。じゃあ安全じゃねえだとかなんとかだって言ってたことに対する論理的説明はあるのか。ありません。これを指摘し批判するのがマスメディアの仕事。人間ですから間違えることもあります。間違えていたらごめんなさいというのが人の道。ところがテレビというのは己がやってきた豊洲のバカバカバカについては一切反省の弁を述べません。いろいろありましたが、豊洲に移転が決まりました。いろいろ起こしたのは誰だった話。それだけではなく、この後に及んで豊洲市場が開いたにもかかわらず、相変わらずのネガティブキャンペーンを挟み込んでいる。例えば、10月11日のテレビ朝日モーニングショー。ここに登場したのが築地問題に詳しいという池上正樹ジャーナリスト。徹夜で取材に行きましたとか言ってね。渋滞で大変でしたとか言うんですが、池上さんが語る直前に流していた VTR では、練馬のお寿司屋さんが朝2時だったかな、早めに出て行ったと。何が起こるか分かんないんで早めに出て行ったらガラガラでしたと。まあ早く着いたんでゆっくりこう散策がてら見て回りますよとお寿司屋さんは笑顔でおっしゃっていました。つまりこの池上ジャーナリストは最も渋滞する時間に車でのこのこ出かけていって、渋滞の列を伸ばしていた疑惑がズブズブズブズ。さらに取材に応じた仲卸の方は、まあいろいろと混乱があると起きたことを述べた上で、まあ1ヶ月もすればね、慣れちゃうよっておっしゃっています。その VTR 明けにコメントを求められた池上ジャーナリストは、またね、いろいろ問題があるんだって。もう現場の人間が1ヶ月もすれば慣れるって言ってるのに、ずっとブチブチ問題だ問題だ問題だ。結局ジャーナリストという人間が渋滞を増やしてテレビメディアを通じて問題を作り出そうとしている構図が今回の豊洲市場の取材からも明らか。さらに笑っちゃったのが TBS の昼帯、 TBS のアナウンサーが豊洲市場の見取り図を出して、ほらこんなに細かくって、いや、そりゃ縮尺図だから小さいんだって話。TBS の社員ということは、一流大学をお出になったエリート様なはずなんですけれど、どうも縮尺とかをご存知ないようで、こう紙っぺらにまとめた小さい文字見て、ほら、こんなに狭いお店ですよとかやっている。もうつくづくテレビを見てると、くるくるになっちゃうよ、ほんと。頭がくるくるでない普通の考え方に立った時に豊洲市場の方が絶対いいんですよ。まあ一番はコールドチェーンといって、今までの築地は、まあ、開放型といってですね、まあ極端に言うと真夏の直射日光に生魚がさらされるみたいな環境だったのが、ちゃんと室内で温度管理されているところで流通する。野菜なんかも収穫したら出荷するまで冷蔵庫に入れていて、トラックも保冷車で運んで、まあ、スーパーや小売店も当然冷蔵管理している。ところが、築地市場だけ生温室温外気。なんで、ここでぬるくなっちゃうんで、野菜の鮮度とかが落ちることが問題になっていた。これが豊洲市場によって解決する。まあ、産地からお客様のところに届くまで全部冷蔵管理できる。冷温管理できるというのが、これがコールドチェーン。続いて、
ネズミと G の問題。どれだけ清潔にしていてもネズミと G、あの黒くってピカピカしててカサカサカサって走る、あの G というのはどっからか入ってくるんですよ。で、開放型の築地の場合、どれだけ築地の人たちが綺麗にしていたとしても G って飛んでくるんですよ。パサ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 。その点豊洲はもう密閉されているんで、限りなく侵入を防ぐことができる、まあ、あるいは防ぎやすい環境になった。そしてこれこそ本当は声高に言わなければならないのが、豊洲市場は女性用のトイレがしっかりあるんですよ。築地はさすがに古いというか、まあ、昔の基準で作られているんで、女性用トイレが少なかった、あるいは男女共用とか兼用があった。それがですね、豊洲市場はもうちゃんとあります。働き方改革だとか女性に優しい社会とかっていうんだったら、そのおトイレの一手を見ただけでもう豊洲へゴー。豊洲市場に移ったことによってしばらくは混乱が起こります。これは新しい職場、新しい家に引っ越した時にも誰でも経験するのと同じこと。我が足立区には中央市場が2つあります。足立市場と北足立市場。足立市場というのはかつてやっちゃ場と言われたところで、ここが手狭になったので北足立という、舎人公園のあるところなんですけど、そのすぐそばに野菜と花が移ってきた。私の義理の父親が、八百屋さんをやっていて、それまでやっちゃ場千住にあるんですけど、千住に通ったのが入谷になったので多少近くなった、まあ、これだけでも随分便利で、これも築地から豊洲になると遠くなるって文句言う人たちいるでしょ。もちろんそういう人もいます。でも逆に豊洲になって近くなる人もいるんですよ。豊洲は地球の裏側にあるわけじゃないんで、銀座から築地の方が近くても豊洲に近いお客さんだっていっぱいいるわけですよ。北足立市場に移ったことによって朝多少ゆっくりできるようになったと言います。千住にある足立市場に集中していた時は、駐車場の確保のために朝の2時というよりは深夜の2時に市場に入っていないといい駐車場を確保できなかった。このいい駐車場を確保できないとどうなるかというと、出口渋滞でお店が開く時間に帰れないぐらい渋滞したそうなんですよ。それが足立市場と北足立市場に分かれたことによって、まあ、比較的のんびり市場に行ってもちゃんと帰ってこれるようになった。もちろん北足立に引っ越したばっかりの時には手探りで大変だったそうです。どこの駐車場がいいのかなとか、どこに行ったらちゃんと荷物を下ろせるのかなとか、まあ、いろいろと最初は混乱するそうです。でもそれに合わせていくのが商売ですし、ビジネスです。だから私の目にはもう豊洲市場の輝かしい未来しか見えてきません。一方でことここに至って、豊洲の皆さんが頑張って商売やっていこうぜと言っているここに至っても、いまだに豊洲の不安を煽り続ける。だからそれが連中の手口やり口ビジネスで、テレビを見てるとくるくるくるってなっちゃうと、呆れる今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。